ご紹介させていただきます。第21回ゴールドの部のチャンピオン宇野重治さんに登場していただきます。曲目は雪折れだけ。歌唱していただきました。黒ハットとってもお似合いです。ありがとうございました。そして続いては第21回シニアゴールドの部のチャンピオン尾崎優さんに歌っていただきます。曲名はやんちゃ船、お願いいたします。恋の恋ぞ
声援が聞こえてまいりました。ありがとうございます。それでは続いては第21回シニアの部のチャンピオン安藤玲子さんに歌っていただきます。曲目は2月堂。
県からお越しいただきました安藤玲子さんの歌唱でした。ありがとうございました。さて続きまして、第21回一般の部チャンピオンの中野鈴子さんに歌唱していただきます。曲目は恋に罪はない。鈴子さんに歌唱していただきました。ありがとうございました。
さて続いては第21回総合グランプリ古木隆さんの登場です。曲目は北緯50度。古木隆さんの歌唱でした。ありがとうございました。続いては第20回ゴールドの部チャンピオンの山本依子さんに歌っていただきます。曲目はおみつ。打ち消す
山本依子さんに歌唱していただきました。ありがとうございました。さて続いては第20回シニアゴールドの部のチャンピオン野村豊さんに歌っていただきます。曲目は花は黙って咲いている。歌唱していただきました。ありがとうございました。さて続いては第20回シニアの部チャンピオンの坂本茂子さんに歌っていただきます。曲目はウイスキI'm not afraid to die.
な勇気よ。私を私を追わない飛ばしてよ。ほんと凍りずに全て与えたの。愛とは不思議ね、冷めたなってさえ触れない。やり直しが効くのよ。いいことあるね、思わなきゃ。ありがとうございました。坂本茂子さんでした。大きな拍手もね、大きな声援もありがとうございました。さて続いては第20回一般の部チャンピオンの山本雅代さんの登場です。曲目は刀剣乱舞。Oh!
剣の披露と歌唱と山本昌代さんでした。ありがとうございました。さて続いては第19回ゴールドの部チャンピオンの瓜田和夫さんに歌っていただきます。曲目は工場の月。曲目はアンヤコーロ。
に歌唱していただきました。ありがとうございました。続きまして18回ゴールドの部チャンピオンの竹内正成さんに歌っていただきます。曲目は砂の道。皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。さて続いては第18回シニアゴールドの部チャンピオンの木村千恵子さんに歌っていただきます。曲目は芸道一代。よろしくお願いします。
村千恵子さんに歌唱していただきました。応援していただいている方ありがとうございます。続いては第17回ゴールドの部チャンピオンの池田欣也さんに歌っていただきます。曲目は男泣かせの雨が降る。ありがとうございました。続いては第15回ゴールドの部チャンピオンの三浦典子さんに歌っていただきます。曲目は親子坂。
静岡から駆けつけていただき歌っていただきました三浦典子さん、ありがとうございました。続いては第14回シニアの部チャンピオンの田中美智子さんに歌っていただきます。歌唱は冬どなり。大きな拍手をよろしくお願いします。皆さんの、ね、大きな拍手や声援届いてますよ。ありがとうございました。続いては第11回総合グランプリの深川初江さんに歌唱していただきます。曲目は夜桜迷子。どうぞ大きな拍手でお願いいたします。
お願いいたします。
月に大事に育ててた小さなやつだけ幸せに冷たく背中を向けてきた歌唱していただきました。会場の皆さんもね、大きな拍手とか声援本当にありがとうございました。さて、歴代ゲストも最後の方となりました。第10回総合グランプリの堀田みのるさんに歌唱していただきます。曲目は絆。皆さんどうぞ大きな拍手でお迎えください。花咲けば花の名は知って
歴代ゲストの方々の歌唱が終わりました。チャンピオンの、ね、方のステージ本当に素敵でしたね。ありがとうございました。さて続いては特別出演、皆さん待っていらした方も多いんじゃないですかね。では早速全日本歌唱認定評議会会長、創建歌謡クラブ代表、鳴子富夫先生をお呼びさせていただきます。曲目は那智の恋滝。皆さん大きな拍手をお願いいたします。白い川も流す。
成子先生ありがとうございました。先生ファンが多いから。皆さん、今一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。さて、続きましては創建歌謡クラブ認定歌謡講師のとってもチャーミングな鈴木久子先生の登場です。曲目は女の勘付きよ。お願いいたします。的確なアドバイスをくださいます林信行先生です。歌唱していただく曲は駒の竜。よろしくお願いします。今日の審査員は杉江佳代子先生の作品となります。藤井聡太八冠のモデルになりました駒の竜です。背の爪を通し
生の作詞の駒の竜、お聴きいただきました。ありがとうございました。続いては創建歌謡クラブ認定歌謡講師の水田夏江さんに歌唱していただきます。曲目はあんた。衣装もお似合いでございました。さて最後の特別出演、歌謡講師の関本千里さんにお願いいたします。曲目は思い出通り、お願いいたします。
別出演をラスト飾っていただきました。太陽光師の関本千里先生、ありがとうございました。